中村愛でーす。プシューミントアレルギーをご存知でしょうか？実はそれ、私なんです。ということで、今日はそれを実際にお見せしたいと思います。ただ普通にやってもつまんないので、3分以内にくしゃみをしたいと思います。それでは行きまーす。レディーゴー！フリスク用意しております。いただきます。いつもフリスクを食べるとくしゃみを絶対しちゃうんです。で、気になったので調べたんですよ。うん、ネットで。そしたら、フリスクくしゃみで検索すると、私と全く同じ人がいて、あ、これがフリスクアレルギー、ミントアレルギーなんだってことに気づかされました。なので、フリスクは大好きなんだけど、いつもくしゃみしちゃって大変なんです。変なキャラになってる。ただね、3分以内にするとか決められたことはないから、もしかしたら出ないかもしれないけど、出なかったこと今までないからね。だから絶対出ると思うんです、うん、周りでくしゃみしてる人がいたらパッて見てみてください。もしかしたらフリスクを食べてるかもしれません、うん、やばい、もう2分切ってる。一応ミンティアとかこの黒のフリスクとかこういうフリスクも用意しました。ちょっとね、もう時間がなくなっちゃうからちょっとずるいですけど、たくさん食べたいと思います。いや、こんな食べたらもうすぐ出るよ。くしゃみ女になっちゃうよ。うん、おいしい。あ、辛い。おいしいけど辛い。あ、辛い。いろんな味が混ざっちゃってる。はあ、息吸おう。いつもくしゃみしてるから。あれ？出ないぞ。あれ？出ないぞ。出るから。大丈夫。いつも出なかった時なんて生まれてこの方ないから。あれ、出ないぞ。あ、30秒切っちゃってる。あー、辛い。もっといくか、時間のない。やめてそう。咳が出ちゃった。あ気持ち悪い。ごめんなさい。食べ過ぎて。あ、すいません。くしゃみじゃなくて、咳込んじゃいました。はぁ、チャレンジ失敗。でも一皮むきました。エビバディー、プリーズエンターイン中村アイズチャンネル。クリックヒア。オフィス。ウプス、クリックヒア。